47都道府県作りたいものを作ってみよう第41弾。今回は前回の鹿児島編からおよそ3ヶ月ぶりの九州地方となります福岡県になります。まあ福岡って言ったら有名な食べ物いっぱいありますけども、このシリーズ、仕方ないっちゃ仕方ないんですが、まあかなりの確率で和食系が多いんですよ。それはもちろん地元の郷土料理とかを中心にやってるんで和食が多いのは仕方ないんですが、このシリーズでがっつりと洋食を作ったのって、石川のハントンライス、東京のオムライスぐらいですかね。あとは佐賀のシチリアンライスか。それ以外はもう大体ラーメンか和食が大半だと思うんですよ。ただ今回はもう食べ物のレパートリーが豊富な福岡県ということで、何かしら洋食で有名なところはないかなっていろいろ調べたんですよ。そしたら福岡にある北九州市の門司港っていうところがですね、焼きカレーの発祥だって言われてるんですね。まずはですね、焼きカレーのカレーの部分を作っていきます。今回はですね、キーマカレーを作っていこうと思うんですが、使用するひき肉はこちら、黒豚ひき肉。いやー、 D チャンネルでもねこれぐらいのランクの肉を使えるようになりましたよ。半額ですけど。というわけで油を少しだけ垂らして、そこにひき肉を投入します。そして下味の塩コショウ、そしてひき肉の色が変わってきたら玉ねぎ、こちらを投入します。1個丸々みじん切りにしたらこんぐらいの量になっちゃいましたね。そんで玉ねぎがしんなりしてきたら、同様にみじん切りにした人参とニンニク、これも加えて、もうしんなりしては加えて、しんなりしては加えての繰り返しですね。そして人参もしんなりしてきたら、湯むきして角切りにしたトマトも加えます。そんでトマトなんかは火を通すとどんどん形が崩れていくんで、そうなってきたら木べらでガンガン崩していってトマトのエキスを全体に回していきます。それでしばし炒めてトマトの形がなくなったところでお湯を加えます。ちなみにこのお湯はトマトを湯むきした時に使ったお湯です。そしてコンソメキューブを加えてアクをすくいながらしばし煮込んでいきます。さあしばし煮詰めて水分をこれぐらいまで飛ばしました。そしたらここにカレールーを入れて、ウスターソースも少々、そしてルーを溶かしながらとろみをつけていきます。そしてしばし煮込んだらこれでキーマカレーの完成となります。あとは耐熱容器にご飯をよそってカレーをかけて、中央にくぼみを作って卵を割って、四方にとろけるチーズを乗っけて、彩りにピーマンを乗せたら、あとはこれを焼いていきます。うちにはオーブンもレンジもないんで、こちらの魚焼きグリルで焼いていきます。というわけでできました。こちらが焼きカレーになります。まあ魚焼きグリルでも焼いたらもう熱いも熱いですから、決して素手では使わないでくださいね。自分が身をもって体感しました。それでまあこれぐらいの状態と絡めてこちらをいただくと、うわこれはうまそう。ちょっと器が熱くて持てないんでスプーンだけで失礼します。いただきます。いやもうね、それはもう約束された美味しさがありますよ。そりゃもうほんと単純にカレーとグラタンの要素が合わさったみたいな、チーズの香ばしい感じとカレーがうまいことマイルドにマッチして、それで全てがもう同じ温度で提供されてるから、なんでしょうね、一体感の具合が普通にライスの上にカレーをかけた状態と違うんですよね。それでまあカレーの方は比較的あっさりめな感じで作ったんで、そのあっさりな感じとチーズのコクがうまいこと合わさったなと思います。今回はキーマカレーで作りましたが、普通のチキンカレーとか牛肉のカレー、豚肉のカレーとかでも作れると思いますんで、門司港の焼きカレーの定義としてはもうカレーライスにチーズ乗っけて焼いたらもうそれは焼きカレーだっていう、すごいアバウトな定義らしいんで、ぜひと皆さんも焼きカレー作ってみてください。